皆様こんにちは。今回は Android 5.0 以降で利用できる便利機能スマートロックについて解説させていただきます。スマートロックは画面ロックを設定すると利用できる機能で、指定の条件下において画面ロックの解除が免除されるようになります。指定の条件は、信頼できる端末として設定した Bluetooth 機器などと接続しているとき、信頼できる場所にいるとき、認証済みの顔で認識を行ったとき、信頼できる音声が認識されたとき、画面ロック解除後に Android を持っていたりポケットの中などに入れて持ち運んでいるときの5パターンで、いずれかの条件が当てはまっている間は画面ロックが行われなくなります。つまり、明らかに Android の持ち主が Android を持っている場合は画面ロックを行う必要がないため、その条件が続いている間は画面ロックが免除されるというわけです。スマートロックは普段 Android を使用する際は画面ロックの必要はないけれど、 Android をどこかに置き忘れたり盗難に遭ってしまった場合などの万が一の時に画面ロックをかけることができる便利な機能です。ただし、 Android をスリープ状態にしたまま4時間以上経過している場合は、指定の条件下であっても次に Android を使用するときに画面ロックの解除が必要となります。スマートロックの設定は難しくありません。まず、スマートロックを利用するために画面ロックを設定し、セキュリティの項目にスマートロックが表示されていることを確認します。もし表示されていない場合は、下の方に移動して信頼できるエージェントをタッチし、スマートロックがオンになっていることを確認してください。もしオフになっている場合は、タッチしてオンにすればスマートロックが利用できるようになります。スマートロックをタッチすると、まずは画面ロック解除用の入力が求められますので、入力して次に進みます。信頼できる端末の設定では、 Bluetooth 機器を設定する場合、あらかじめペアリング済みの機器である必要があり、さらにスマートロック設定時に Android と接続中である必要もあります。 Bluetooth 機器とペアリングして接続中である場合は、タッチして進めていくだけで設定ができます。この他、スマートロックが利用できるようになっている場合は、 Bluetooth 機器とペアリングした時に設定を促す通知が表示されます。NFC タグを設定する場合も、指示に従って NFC タグをタッチするだけです。信頼できる場所では、自動で自宅として設定されている場所が登録されています。さらに、場所を追加することもでき、信頼できる場所から自宅を削除したり修正することもできます。ちなみに、信頼できる場所は設定値から半径80メートル以内がエリアとなります。認識済みの顔では、Android のフロントカメラで自分の顔を一定時間映し続けて設定します。信頼できる声では、設定することで Android がスリープ状態の時に、OK Google というと、スリープを解除して音声アシスタント機能が起動するようになります。こちらについては、次の機会に詳しい設定方法を解説させていただきます。持ち運び検知機能では、一度画面ロックを解除した Android を手に持っていたり、ポケットなどに入れて持ち運んでいる場合に画面ロックが免除されます。ただし、その性質上、 Android の持ち主であるかどうかは初期の段階では判別できない設定となっています。持ち運び検知機能の設定をオンにすることで、持ち主の歩行パターンを Android が学習し始め、持ち主であるかどうかを判別してくれるようになります。スマートロックを設定しておくことで、さらに便利に Android を利用できるようになりますので、ぜひ設定しておきましょう。以上、Android 5.0 以降で利用できるスマートロックについてでした。